ナイスオーエン。お前らここ勝負やぞ。はい、オーケー、いい応援してた、いい応援して、これで出るから。はい、うん、ここはもうほんま応援の力やとは。押し切る応援で。はい、お前らもう、はい、もっと盛り上げろ。はい、はい、オーケー、得意やろ。はい、はい、お前ら特にね、もうそれ得意やろ。はい、もう盛り上げろ。任せてください。ふざけてもいい。はい、笑いで負けんな。はい、はい、ふざけて負けんな。よし、遊び倒せ。オーケー、任せてください。頼むぞ。オーケー、よし、よし、よし、行こう。はい、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 あのね、もう応援がふざけすぎ。きますきますきますぎ。ふざけすぎよ、それが範囲。バルバル。特にお前ら。何を戦える場合だな、ふざけちょんね、お前。バル。しょうがない。お前ら3人ちょっと来い。ああ、これ終わったら。はい。ああ、お前らや、どこまでチームの足を引っ張ったら気が済むの？バルバルバル。応援してもダメ、サポートもできん。え、僕らだって朝からずっとレギュラー陣のサポートし合ってきて、で応援してて、で監督がふざけろ笑い取れ、ここは盛り上がっていいとこやって言うから、ああやって応援したんすよ。で負けたら僕らのせいですか。いや、負けたの監督のせいでしょ。采配ミスっすよ。それで僕らだけこんなにし怒られて。でもお前ら応援の時先生の悪口言うとったやん。バラ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 。聞こえちょるよ、全部。ねえ、ノックがどうやら、池がどうやら。聞こえちょるよ。バラバラバラ。全力のサポートあれが。笑いがさんといてくれ。こんなところで、試合で勝って笑かしてくれ。頼むわ。普段からや、腐った考えしよるからな、あんな腐った応援しかできへんねん。もうお前らがな、あの、試合で活躍しようが何本ヒット打とうがホームラン打とうが関係あらへん。もうそんな人間性腐ったやつ、先生は二度と使わん。断言する、二度と使わんよ。もういいや、あの、反省してますとか言いにこんといてね。その薄っぺらい言葉、お前らの反省してますって薄っぺらい言葉、先生は絶対に信じないから。反省してるなんて言葉信じない。もういいよ。すいません、加藤さん。ね、学園長からの伝言なんですけども、次の2試合目負けたら監督さんの来期のボーナスなくすらしいです。失礼します。反省したか。その目はしょるな。嘘だろ。反省した目しょる。それやったら信じよう、先生は。もう一回お前らバルバルバル、それ信じようじゃ、先生も。 OK、 それやったら、次の試合スタメンで1番2番3番お前らでいくから、バルバルバルしっかりとヒット打ってくれ、ホームラン頑張ろう。はい、いいよ、行っていいよ。すいませんでした。よろしくね。はい、じゃあいよいよ出発します。気合は十分でしょうか。特に2年この夏合宿でどんどんお前らがチームを引っ張っていけ。3年が腐りきっちょるようなこんなチームではな、2年の主体や。 OK、 そして2年が軸のチームやと思っちょるよ。特にホンダとかな、チームを引っ張っちょるよ。ホンダが嫌な顔してるの先生見たことないもん。ポコジュン。 OK、 で3年は特にお前ら3人え、自覚あるやろ、腐った3人。バラバラ。お前ら3人とか3年は特にね、そういう2年を見習って名誉かけんように。 OK、 はい、はい、ねえ、その気合いの入ってない名は。バラバラ。文句あんのお前ら。いや、もっと大きい声で返事せえや。いや、
先生、ええやで別にお前らに嫌われても。はっきり言うけども。うん。2年のために、1年のために先生はチーム作りしとるわ。はっきり言うけども。構えんよ。3年全員に嫌われても。それぐらいの気持ちでやっちゃうねん。あ、ちょうどええわ。もう合宿前にはっきりさしておこう。先生だってな、もう熱い思いでやっちゃうから。お前らももう正直に言え。自分の心。正直に言うたらええよ。うん。先生のと嫌いなやつ、手あげろ。はい、おろし、はい。嫌いなのか。ああ、かまへん。全然かまへん。うん、それぐらい気持ちや、先生。もうええよ。望むところって感じやな。うん、ほんだ、気合いの入れた夏合宿していこう。すまんな、お前ら。先生に非がある。立場を利用して楽をしとったよ。ほんまに申し訳ない。もうな、この夏合宿はお前らのために先生も動く。厳しいトレーニング、めんどくさいトレーニングはなしや。お前らの自主性に任せるから、好きなようにやってくれ。先生は最低限サポートさせてもらうよ。すまんかった。分かってくれたらいいんですよ。お前らに言うてないよ。まだ3年、特に3人、腐り切った3人、お前らに言うてないよ。お前らむちゃくちゃ走らせるからな。お前らむちゃくちゃ追い込ませるからな。オッケー、1、2年はすまんかった。ごめんな。分かってくれればいいんですよ。どうしよう、しょうがない。お前らものすごい走らせるからな。お前らめちゃくちゃ走らせるからな。ダメちょるよ、お前ら。なるなんや、広場でや、あの倉庫のところで。最近な、なんか心霊スポットやなんや言うて、あの騒いとるバカダルどもがおるを言うから、先生調査行ったら。お前らか。どこの部活のやつや思て担いでたら思ったら。あ、恥ずかしいよ、先生。で、君も君や、なあ、そんな初対面で追いかけてきて、お前失礼やろ。嘘だろー。怖いっちゅうね、先生が。あ、なんでお前みたいなホラーなキャラ、ホラーキャラがおる。ダメよ、それじゃチーム良くなる。まあ、あの、4人とも明日から走り込みね。なる。オッケー。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうお前その通りじゃピピピはあかんやろ。ここに、なんかサイズ間違えてこと、あ、これやん。新品のやつ、貸したろ。はいはいはい、しっかり振れよ、お前ら。
何も覇気がない、正気が足りない、正気が。なる。長谷部アホでよかった。なんとかして連敗の原因がわしっていうのは隠し通さなあかんな。あれー、ニッタ、最近調子崩してるやんけ。打率もせっかくよかったのに。はい。なんか溜めて解放とか無理やり意識変えられてひらりきやのにショートなんか立てられたりして、かわいそうに。こんなん聞いたことないよ、ひらりきのショートなんて。くそー、よりによってあのクソに。でもそんな気にすんなって。我慢のするときを我慢するとき、監督には監督の考えがあるんだから。そんなまさかないとかありえないよね。すいません。あれれ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 、みんなどうしちゃったの。さっきまで出てよかったのに。コーチのノック見てる時はみんな気よかったよ。だからこんな調子だったんで。うわぁ、どういうことか。監督が手柄だ。こんな風でなるんだよ、こいつめ。すごーい。機長、そこを意識しながらそれぞれがやっていくな。という練習をまだまだやっていきましょう。何かある人いますか。監督なるね。いいですか。打撃トレーニングの時にハムストリングって意識した方がいいですか。なる。せやね、ハム。えした方がいい。まさか知らないんですか。知ってるよ。日本一を目指すチームの指導者が知ってるよ。ハムストリングな、ハム意識した方がいいです、皆さん。あ、すいません、僕ちんちょっとド忘れしちゃって。ハムストリングってどこの筋肉でした。こいつめー。まあ監督もド忘れすることはあるよね。みんなあんまりそこは気にしないように。さあ練習行こう。練習さあ行くよ。あいつ、あんなわざと大きい声で。でもまああいつはな、間違っちょらんな。現に、わしのせいや。おい、一山津。はい。ちょっと、翔太呼んでいてくれ。わかりました。はーい。なんか、翔太。お前も気づいちょんねやろ。このチームが、失敗している原因。とだ。お前に、一個頼みがある。食べてみるかな。情けない仕方ないや。そうだ。はい、頼む。出ろ。嘘だろ。出ろ、邪魔。嘘だろ。はっきり言って邪魔、害悪。邪魔、害悪。嘘だろ。お前らキャッツ。あとチームメイトの交流を禁ずる。はい、掃除しとけ。はい、出ろ。嘘だろ。はい、よいけ。嘘だろー。ヘビキ、嘘だろー。よし、おはようございます。はい、おはようさん。お願いします。はい、中学生レベル。はい、しっかりね。はい、はい、失礼します。振り込めよう。おはようございます。はい、おはようさん。お願いします。はい、大学生レベルね。はい、もっといくよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。おはようございます。はい、おはようさん。お願いします。はい、はい、まあ、高校生レベルやな。すいません。ああ、もっと売り込め。はい。はい。失礼します。はい、はい。ありがとうございます。はい、おはようさん。お願いします。はい、はい。おい、セミプロ。ありがとうございます。おい、しっかりね。はい。はい。失礼します。え、いいね。よし。はい、おはようさん。おお、まあまあまあ。まだ高校生レベルやな。そう、しっかりね。はい、はい、はい。うん。おはようございます。はい、おはようさん。はい、はい。赤ちゃん。なる。はい、しっかりと。
いやー、先輩ら合宿日のパサスがやばいっすよ。なるなるなる。お前ら送りてきた3人分かっちょるやろね。この冬合宿はそもそもがお前トレーニングメインや。お前らめちゃめちゃ増やしてるからだ、トレーニングメニュー。なるなるなる。いやー、お前らね、あの何倍にしてるのかちょっとずっと考えちょる先生。本来でもすごいのに何倍やらしてるかな。ちなみにね、直近の練習試合3試合連続で3点差で負けとんねん。ほんでこの冬合宿は3泊、ほんでお前らは外役3人組。まあこの3という数字と縁があるわけ。よし、3倍かよ、だるいって。終わりや。せやからこの3という数にちなまずに7倍や。ふっさふっさ。失礼します。申し訳ない。恥ずかしいもんで。よいしょ。後ろいいですか。あ、大丈夫です。すお前らなんで本当？なあ、それじゃあ金曜すんだな。おい、ねえ、ちょっと先生が集中行くってこれか、お前は。なる。信じられへん。さっきの謝罪は、お前。なあ、嘘はね、また。なあ、やれへんやないか。すみません。お前のことも言うとるよ。ねえ、お前のメス、ねえ、根性叩き直しろよ、お前ら。え、好きがある、お前らに。はい、すいません。なるなる。もう根性が足りない。なる。もうできる前と今すぐな、もうグランドもらってお前ら根性鍛えてやるだよ。黙れ。練習で先生がどんだけやっちょると思ってる。寝てる間もずっと考えちょる、野球部のこと。嘘つけ。それがこれ、お前らは。え、悲しいって寝れないよ、もう。Oh,